そして今選手たちがピッチに姿を現しました。今前半スタートです。左エンド青のユニフォームがモンテディオ山形。時間を使って仲間の上がりを待つ。戻して南、山田浩太浮かせてビニシウス・アラウージョ。先ほどの決定機ですね。はい、中原が入れていきます。ファーサイドヘディング。おお、ここは大外のクリアしました。野田選手かな。もうちょっとタイミングずらして大外野田選手の岩上前線通った。北川、北川のシュート、藤島のセーブです。私、はい、ボールの置きどこも良かったし、ただシュート、中原だ、狙っていった、弾いた、こぼれ球、藤田、藤田のシュート。いやー、ナイスキーパー、ファインセーブ、鈴木啓紀。収めてビニシウス、一旦戻して中原のシュート、得意なコースでした。いや、今の表情を見ればコースは見えてたんだけどなっていうところですね。どれぐらいですかね、ボール何個分か。いや、若干横回転、まあ、加藤大輝は出場これで1ヶ月半ぶりということになりました。そしてコーナーキック、マルティノスです。ここもプレスに行く群馬。ああ、これいい、前線ビニシウスに通る。そしてマルティノス、加藤大輝も上がっている。マルティノスドリブル、ハンダリク中を見る、折り返し、加藤大輝先制は山形。このね、山田拓実選手の相手のプレッシャーを外した持ち出しと、この展開ですよね、はい、前線の長いボールで、こうハンダリク選手がこう長い距離走って追い越してきたと。で、中はしっかり、まあ、誰がこれ合うかっていう3枚も入ってるんで、4枚か、まあ、誰かしらに合えばっていう形で入れたんでしょうけどもね、ハンダリク選手は。ビニシウス相手に当てて体を入れる。